山城慎吾がピエロの格好してるやつでしょ。コマーシャルで。そうなの。桂田さん知ってるでしょ。一回見たことあるから。いやー、タイタンってやつ。いい時代だったですね。昔はあれですもんね。材木屋は必ずタイタンっていう法則が。あ、そう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 。ね。問題でしょ。信用組取りは。プリンスクリッパーでしょ。、うん、フレームがあれですもんね。コの字じゃなくて平断面なの、うん、四角だから。そうなんですよね。タイタンは昔から。あ、そう、うん、角パイプみたいなものでできてるんですよ。これじゃぶつかって曲がっちゃうと板金屋さん大変だよ、うん、まあ直んないんじゃないかな。直んないのね。直せないと一回ぶった切るしかないと思いますよ。それこそ俺この字型だと KM51 だっけ、ライトエースとか。あれでもフレーム歪んじゃうともうやでやでしょうがなかったもん、直すの。むしろタイタンはフレームよりキャビンの方がね、うん、どっちかといえば腐るの早かったかもしれないです、ね、トラックとかってこう柔軟性あるから、うん、スプリングバックでかいんですよね、はい、力を加えて修正していっても。だから戻りでかくてやってもやっても直る感がないんですよ。だからといって俺らみたいなこういうのの思考の人にはじゃあタイタンが強いんじゃないかっていうと、やっぱタイタンじゃ気持ちが燃え上がらないわけですよ。エアブレーキじゃないから。、うん、それ分かりますよね。まあなんとなく。なんとなく。後ろに排気ブレーキって黒いステッカー貼ってあるのなかったっけ。いやでももうエアブレーキじゃない時点でもうテンションが上がらないわけですよ。ブレーキ踏んで話してからシュンって言わないとやっぱりこう。ましたね。だから同級生でトラック持ってるの俺しかいなかったから、トラック好きなやつがうちに来て乗らせるよなんて言って、あの頃 FK だったかな、うん、運転さすんですよ、走り出した時はヨーヨーとしてるんですよ、うん、だん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 なんか面つき悪くなってきて、うん、おめえさ、いかにエアブレーキの車買えよ。なんでよ、トラック乗ってる感じがしないと、うん、ハイドロマスターだと。FK ってさ、何まだつく前エアなかった昔は。あの頃はないですね、うん、ファイターになってからですもんね、うん、確かそうなんだ。 FK はね、蹴飛ばしです、あれは。あ、そうなんだ。その次 TW 買ったけど、 TW おめえよ、これもエアブレーキじゃねえのかよ、でも排気ブレーキの音大きいぞって、そうじゃねえんだよとかって。乗用車乗せたりするのにローダー欲しいなと思って、その当時みんなやっぱ2トンのキャンターがエルフで、なんだろうな、認識で言うとあれか、平成10年か、エルフで言うとこう眉毛がオレンジからシルバーになるぐらいか、うん、あとキャンターも KK になったぐらいか、うん、なんつうんだっけ、プロジェクターランプのキャンター、うん、はい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 、でみんなもうラジコン付きに憧れてて、荷台下ろすときラジコン、ウインチもラジコンでいたんだけど、うん、俺が乗ってたのは昭和63年のコンドルだったんです、うん。ハイジャック、はい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 、だからシャコタンも乗らないしラジコンはないし。だけどエアブレーキなんです、うん、だからみんなそのエルフとかキャンターでカスタムで、なんかな、分かります、この最後のガゼットこうステンで、はい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 、表面のステンで作ろうかとかアルミ入れるとかやってんだけど、俺は全然羨ましくなかったんですよ。もうエアブレーキじゃない時点でもう全然俺の63年のが勝ってるよって、うん、シューンって言うから。エアブレーキじゃないと嫌なんですよ。それあのバス好きの人が集まってる中で、俺のはリアエンジンだからっていう誇りと同じ感覚だな。それでしょ。だからコースターの最上級の新車持ってこられても、うん、そうそうそう、いやそれエアブレーキじゃないしエンジン前でしょっていう感じです。俺のリアエンジンのレインボーのが、うん、バスだったよって。そうで、エアロミディのもう水漏れ激しくてもうやっと乗ってんだけど、屋根ももう何回も修理して雨漏りしてんだけど、俺のはリアエンジンだからみたいな。そういう満足感ですよね。スラムさんが渡瀬常彦に見えてくるよね。そんでダメだって言われたと、タイタンのダンプ買って、タイタンのダンプ見てました。サイズちっちゃくなったからいいがっぺよな、いいがっぺよって言ってところがあのエンジンやっぱり冷えてるともう白煙すごくて、あ、今度は何年ぐらいのタイタンですか。56年の丸目4筒、丸目4筒のカスタムで、フロントピラーエレクサンないですか、ドア落っこちんじゃねえかぐらい。